本拠地東京ドームにベイスターズを迎えての3連戦の2戦目です。今日は予告先発ピッチャーが山口俊でしたが、試合前の練習中に右肘に違和感が生じたために登板を回避、先発ピッチャーは急遽畑ということになりまして、立ち上がりベイスターズ打線を0点に抑えました。そしてその1回の裏ですが、先頭の松原が出まして、そして盗塁、ノーアウトランナー2塁から若林を送りまして、坂本、打者3人でまずはジャイアンツが1点を先制します。1回の裏の攻撃です。ジャイアンツ2回の裏、ベイスターズの先発ピッチャー京山から亀井、第3号となりますソロホームラン、ライトポールに当たるというソロホームラン、貴重な追加点です。2対1とします。ただ3回の表、原監督も試合後にこの逆球になってしまったというところ一つ課題という話もありましたが、畑がベイスターズの佐野に2点タイムリーを打たれまして、2対2の同点。3回の裏です。坂本がこの勝ち越しのツーベース、このツーベースが通算の400二塁打となりました。史上14人目のその達成です。そしてこのワンアウト満塁から亀井がセカンドゴロで追加点、4対2ジャイアンツが2点のリードを取ります。4回の表です。マウンド上は高木恭介、このファーストゴロの間に三塁ランナーがホームに帰ってきまして、4対3、ベイスターズが1点差に詰め寄ります。そして戸柱、バッシナが今日猛打賞の活躍も見せます。ライト前のタイムリー、ベイスターズが同点に追いつき4対4とします。5回の裏、松原ですがノーアウトで出塁してからバッテリーエラーの間に3塁に一気に進みました。この後ランナー1塁3塁と変わりまして、坂本がライトへのこの犠牲フライ、松原が帰ってきて勝ち越します。5回の裏に得点が入ってからはゼロが続いていき、緊迫したこの展開、1点差ゲームの中で小林の肩、ファーストランナー上里を刺します。8回の表、その上里を刺してからですが、柴田がこの辺り丸も突っ込んできて懸命なプレーでしたが、ランナー2塁、一打同点の場面で小柱、この場面でも回ってきましたが、ここはファーストゴロ、ジャイアンツが同点を許しません。まだ8回の裏です。小林が刺したならばベイスターズも小柱も刺すという、ダイソー増田大輝の盗塁を小柱が刺しました。1点差のまま9回の攻防、最後はビエイラがその空振り三振で抑えまして試合終了、5対4、連日の1点差ゲーム、ジャイアンツがものにし2連勝です。